第19回キーンランドカップ北の大地のスピード決戦。 ススタターートトしししままたた揃いました綺麗なスタートです先行争い16番のセッションかまだ横一線ですが内から9番、エトブプレ10番、サトノレーブ黄色い帽子3番のプルパレーも上がってきました9番、エトブプレ単独先頭で16番のセッション打ちを見ながら2番手あとはビッグシーザー、サトノレーブ固まってインコースの4番手、2番のナムラクレアです外、オタルエバーがいて3番のプルパレーが続いて3コーナーのカーブ800切りましたあとは赤い帽子5番シナモンスティック6番、エイシンスポッターは中段のインコース外から14番ダノン・マッキンリーがつい

600は33秒6での通過13番ジュビリーヘッドが後方から4投目7番マテンローオリオンその外を通ってシュバラスカイザー最後方から1番大盤振る舞い4コーナーのカーブです先頭9番エドブプレに16番セッション早めに並んできた4コーナーから直線に向きますあとは内を狙って2番のナムラクレア今年は内からナムラクレア外からは10番のサトノレーブ200を切った大外からは12番のビッグチーザーそれから6番、エイシンスポッターの追い込み先頭は10番サトノレーブナムラクレアエイシンスポッター大外大盤振る舞い大外ブル、大盤 しかし10番里のレーブだゴールイン2番手接戦6番遠心スポッター外大番ブルマイ内には森のドリームさらには名村クレア